こちらですね、オレンジハット来ました。群馬県にあるね、有名なレトロ自販機がある、昭和のねレトロ自販機がある店です。いやー、やってきましたね。連休を挟んでね、まあ連休中なんでね、これからこのここでね、レトロのね自販機で食事したいと思います。はい、では最後まで見てください。じゃあレッツゴー。ゲームとかもね結構置いてありますね。スロットもありますね。スロットもね、これですね。こちらそばです。これからね、このそばいいですね。これそばですよ、そば。そばうどんね、こちらを食べたいんですけどね。どういう自販機があるかっていうとね、ああ結構ありますね。こういったレトロのねお菓子、あとそば、あとラーメンありますね。あとこれがハンバーガーですね。ここでトーストサンドありますね。こちらは日清のねカップ麺のねカップヌードルのね自販機もあります。お、こちらはコカ・コーラのね、瓶のねレトロの、自販機もあります。いやー、これからね、オレンジハットさんでね、オレンジハットさんラーメン食べます。こちらね330円なんで、こちら店長さんに聞いたらね、こちらがおすすめだっていうことでね。あれ、はい、お分になったかな。行きます。じゃあ押します。はい、出てきましたね。いつもねこれね、ドキドキしますよね。あ、音がありましたね。早いですねここ結構。はい、じゃあ今からね出しますんで、どんな感じでしょうね。おお、満タン入ってますよ。はい、ラーメンの出来上がりです。いかがでしょうか、自販機ラーメン。はい、ね、こちらがね箸ですね。これね、今日あとは箸です。はい、オレンジハットさんのねラーメン今から食べたいと思います。美味しそうですね。この汁なんてね満タンですよ、本当ね。いかがでしょうか。いや、美味しそうだ。ではいただきます。いや、レトロのね昭和の、あ、いい香りする。こちらね入ってるのは麺ね、麺が入ってますね。あとチャーシューとね、チャーシュー2つと、あとナルト入ってますね。これもね入ってます。はい、メンマね、メンマも入ってます。まあ、こちらね入ってるものはね、麺とねチャーシュー2つと、あとナルトとねメンマ入ってます。はい、美味しそうだな本当に。おお、熱々ですよ、熱々。じゃあね、今からねちょっと、ま、これかき混ぜた方がいいみたいですね。ネットに書かれてたんですけどね、かき混ぜないと下の方に出汁がね残ってる可能性があるので、一応かき混ぜてね。麺がねすごくねこうシコシコしてて、こう美味しそうですね、生麺って感じでね。あ、これはうまそうだ。じゃあいただきます。うん、うん、うん、これはうまい。このね、だしとね、このチャーシューのね、味がね、染み込んでますね、麺にね、美味しい。メンマもね、いただきます。
ります。うん、メンマちゃん美味しい。ナルトちゃんもね、食べちゃいます。うん、これ美味しいですね。ちょうどね、今連休中で、ちょっと群馬の方ね、レトロ自販機ね、全部回るつもりです。それとね、今回ね、2軒目なんですけどね、とりあえずめちゃくちゃ美味しいですね。はい、来た甲斐がありましたもん。これ食べれないですからね、これね、今やもうどこにもないので、ほとんどね自販機が、もう全国でもね、本当に数少ないですよね。はい、うん、うまい、うん、うまい。レトロのね、ああいうパックマンとかあります、ね、こうレトロのね、ゲームでも入れながらね、こう食べに行くのがいいかと思いますね。はい、うん、うん、じゃあチャーシューいきましょうか。このぶっとってね、すごくね大きいです。これこの金額でね入ってるって素晴らしいですね。食べます。うん。あ、うまい。めちゃめちゃうまいこれ。あ、気づきませんでしたね。わかめも入ってますね。わかめちゃんも。そうですね。はい、うん、まだまだね、群馬、まだ群馬はね、10軒ぐらいレトロね、自販機がね置いてある店がありましてね、まあ泊まりながら今回行こうかなと考えておりますけどね、連休中ですからね。お客さんもかなり来てましたね。本当にレトロがね流行ってるなってね、もう昭和平成ね令和とね来ましたから、やっぱり、ね、昭和のね時代が見直されてるんではないでしょうかね。もう令和になっちゃいましたね、本当ね。うん、令和のラーメンですよ、令和のね。食べ来る店はね昭和なんですがね、時代は令和ですよ、令和。うん、うまい。これで330円は安いですよね。うん、しかもねチャーシューはねぶっとくてね2つ入ってるんですよ。メンマも入ってるしね、で屋台麺が多いですよ。あと汁もねすごく多いね、食べ応えありますね。あー、美味しかった。まあ、それではね、うん、うん、あー、美味しかったです。最高のラーメンですね。やっぱりレトロ自販機はいいですよ。じゃあね、また次行きますんで、最後までまた次の動画を見てください。それではごちそうさまでした。よろしく、チャンネル登録よろしく。